皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。論文解説チャンネルの竹見です。今回は最新研究で判明、誰でも確実に幸せになれる方法と題しまして、科学的にね、今日からできる幸せになるための方法を解説していきたいと思います。ちょっとね、タイトル怪しいぞこの野郎と思った人いるかもしれませんが、ちゃんと根拠のある話ですから、ぜひ楽しんで見ていってください。それでは早速参りましょう。本日のお品書きは次の通りです。1限で誰でも確実に幸せになれる方法について、2限で最新研究で判明した幸せになるための方法について解説していきたいと思います。まずは早速1限の誰でも確実に幸せになれる方法から解説していきましょう。さてまず最新研究で判明した幸せになる方法の前にね、誰でも確実に幸せになれる方法から解説します。最初に結論を申し上げておきましょうか。誰でも確実に幸せになれる方法とはズバリ他人のためにお金を使うことでございます。まあね、これは結構有名な話ですから、どこかで聞いたことがあるよという人もいるかと思います。これは知っているぜという人も、2限の内容はおそらく知らないと思うので、2限の内容だけでも見ていってください。それでは早速話を始めていきましょう。さて冒頭で他人のためにお金を使えば幸せになれると言いました。それは一体どういうことなのでしょうか。世界的ベストセラー、幸せをお金で買う5つの事業の著者、エリザベス・ダンによると、私たちはお金をもっと稼ぐことよりも使い方を変えた方がいいそうです。書店に行けばお金持ちになるための方法、今よりもっとお金を稼ぐ方法といったいわゆるお金持ち本が所狭しと並んでおりますよね。皆さんの中にもお金持ちになりたくて、今よりもっと豊かになりたくて、お金持ち本コーナーに足しげく通っているという人がいるかもしれません。しかし今持っているお金をどうやって貯めるかではなく、どうやって使うかを考えるようになると、幸福になるために無限に富を増やさなければいけないという脅迫観念から解放されます。ですから私たちはお金をもっと稼ぐ方法よりもお金の使い方を変えるべきであると、エリザベス・ダウンは主張しているわけです。あなたは今よりもっとお金があれば幸せになれるのになとか、自分が今不幸でパッとしない日々を送っているのはお金がないせいだと思っていないでしょうか。ところが最近の研究では、その予想とは反して富を増やしてもより幸福になれるわけではないんだということが示されております。例えば研究者は、収入が約300万円から600万円に増えれば人生の満足度は倍増する、つまりお金が2倍になればですよ、幸福も2倍になるんじゃないのと考えていました。ところがデータからは、600万円稼いでも300万円しか稼いでいない人たちより満足度は 9% しか増加しないということが分かったんです。いやー、これどうでしょうか。幸福度が倍になるとは言わないまでも、少なくともね 30% ぐらい上がるだろうと思っていた人にとっては、収入が倍になっても満足度は 9% しか増加しないというのは驚きだと思います。またイノリー大学名誉教授で心理学者のエド・ディーナーらの研究によると、世界のあらゆる場所で人々が微笑んだり笑ったり、ごく日常的な楽しみを経験できるかどうかに、収入は驚くほどわずかな影響しか与えないという結果が出ております。またノーベル経済学賞受賞者で行動経済学者のダニエル・カーネマンらの研究によると、アメリカでは年収が約7万5000ドル、日本円にして約800万円を超えると、それ以上お金を稼いでも日々感じる幸福に全く影響が現れないということが分かっています。このようにさまざまな研究が、今よりもっとお金があればもっと幸せになれるわけではないんだということを示しています。ですから私たちはお金を今よりもっと稼ぐ方法よりもお金の使い方を変えるべきである。幸せになれるお金の使い方をするべきなんです。幸せになれるお金の使い方とは、先ほども申し上げた通り、他人のためにお金を使うことでございます。
新しい研究で他人のためにお金を使うと自分自身にお金を使うよりももっと大きな幸福感が得られるということが証明されています。この原則は母親にスカーフを買ったカナダの大学生から友人の子供の命を救うためにマラリアの診療代を払ったウガンダの女性に至るまでとてつもなく広い範囲の状況で成立します。人に与えることの恩恵はもうすぐ2歳になる子供にすら現れています。人に与えるこのような恩恵は唾液の検査によっても確証されております。思い出してください。おそらく皆さんもね、誰かのためにお金を使った時、なんだか理由はよくわからないんだけど幸せな気分になったよという経験があるはずなんです。世界一の投資家ウォーレン・バフェットは自分の財産の 99% を寄付すると宣言しました。その結果バフェットはこれ以上ないほど幸福を感じていると述べております。そうは言っても自分はバフェットみたいにお金持ちじゃないんだから寄付なんてできないよと思った人もいるかもしれませんね。しかし大丈夫でございます。バフェットみたいに大きな金額である必要はありません。新しい研究では少ない金額でも他の人のために使うと私たち自身の幸福感に効果が現れるという結果が示されております。例えばですよ、5ドルあるいは20ドルを与えられてこれを自分のために使ってくださいと言われ、自分のために使ったグループと他人のために使ってくださいと言われて他人のために使ったグループの幸福度を調べたところ、1日の終わりに他人のためにお金を使った人々は自分のために使った人々よりも明らかに幸福度が高まっていたということが研究によって明らかになっております。そして5ドルだろうと20ドルだろうとその晩の彼らの幸福度には全く影響がありませんでした。この実験でお金の使い方の方が金額の大きさよりもはるかに重要であるということ、そしてたった5ドルであっても誰かのために使うと自分自身の幸福度が高くなるということが示唆されております。また600人以上のアメリカ人を対象として行われた調査によると彼らのお金の使い方を調べていった結果、人にあげた金額すなわち他人にたくさん投資すればするほど幸福度が増していたということも分かっております。まあね、これらの結果を踏まえると僕らはお金の一部を人のために使うことがもっとたくさん稼ぐことと同じぐらい自分にとっての報酬になるということを覚えておく必要があるそうです。ここまで聞いて、とは言ってもぶっちゃけ俺あんま金ないからさ、他の人のために使うことなんてできないよと思われている人もいるかもしれませんね。そんな人は大多数の国民がお金に困っているような比較的貧しい国においてでさえも他人に投資することで幸福度は高まるということを覚えておきましょう。ある研究ではカナダと東アフリカの国ウガンダの合計800人以上の人々に自分の少額のお金を使った時のことを思い出してもらいました。どちらの国でも一部の人々にはその額を自分自身のために使った時のことを、残りの人々には他人のために使った時のことを思い出してもらったんです。カナダとウガンダは一人当たりの収入に関しての対極の位置にあります。カナダは世界のトップ 15% に位置し、ウガンダは下位 15% に入ります。つまりですよ、豊かな国と貧しい国の人々を比べて両者が他人のためにお金を使った場合どんな違いが現れるかということを調べたんです。そして幸福に関する結果はなんとカナダであってもウガンダであっても同じでした。どちらの国の人々も自分のお金を自分自身のためではなく他人のために使った時のことを思い出した後により大きな幸せを感じるということが分かったんです。大多数の国民がお金に困っているような比較的貧しい国においてでさえも他人に投資することで幸福感は高まるんです。だから比較的お金がないよという人であってもできるということでございますよ。それではここら辺で一元の内容をまとめておきましょうか。ポイント1、誰でも確実に幸せになれる方法とはズバリ他人のためにお金を使うこと。私たちの多くはもっとお金があれば今よりもっと幸せになれると思っているが、多くの研究で富を増やしてもより幸福になれるわけではないということが示されている。
ポイント2、一方で他人のためにお金を使うと自分自身にお金を使うよりももっと大きな幸福感が得られるということが証明されている。たとえ少額であっても幸福感が増す。さらにこの傾向は豊かな国でも貧しい国の人々でも同様であった。それでは次2限で最新研究で判明した幸せになるための方法について解説していきたいと思います。さて1限では誰でも確実に幸せになれる方法を紹介しました。他人のためにお金を使えば幸せになれるという事実自体は知っていたよという人もいたかもしれませんが、改めてその重要性を理解してもらえれば嬉しいです。そして少額でいいですから誰かのためにお金を使って幸福感をアップさせてほしいと思います。本当にね500円ぐらいの少額でも幸福感がアップするのかよと疑っている人はぜひ一度自分で実行してみて、他人のためにお金を使った後自分がどのように感じるのかということをチェックしてみてほしいと思うんです。さて今の世の中では幸せになるためにもっと頑張らなくてはいけない、もっとお金を稼がなくてはいけないと多くの人が四苦八苦しながら努力しているんですが、いずれお金と幸福があまり結びつかない地点にたどり着きます。そんな時私たちがお金と幸せを結びつけるためには他人のためにお金を使うしかないようです。さてこの深いお話に関連しまして2限では少し面白い幸せになる方法を紹介していきたいと思います。最新研究で判明した幸せになるための方法とはズバリペットのためにお金を使うことでございます。一元の他人のためにお金を使うと幸せになれるという研究を受けて面白い疑問を持った研究者がいるんです。なるほどと、他人のためにお金を使えば幸せになれるのか、ならばペットのためにお金使ったって幸せになれるんじゃないのと。だって多くの人は自分のペットのことをまるで自分の家族のように大切にしている。ならばペットに対してお金を使ってもおそらく私たちは他の人のためにお金を使った時と同じように幸せを感じるのではないかと。実際犬の飼い主の 94% が自分のペットを家族とみなしていました。そして犬の飼い主の 82% が家から離れている時に犬のことを心配していると主張しております。そして飼い主の 54% は犬がパートナーを気に入らないと思った時関係を終了することを考えるそうです。研究者はペットにお金を使った時に他の人のためにお金を使った時と同じように幸福感が増すんじゃないのと考えて次のような実験を行いました。ペットを飼っている159人が集められ次の3つの状況を思い出してもらいました。1、500円を自分のために使った時。2、500円をペットのために使った時。3、500円を他人のために使った時。自分のために使った時のことを思い出した人はお菓子、定食、飲み物を購入したことなどを思い出しました。ペットのために使った時のことを思い出した人は新しいおもちゃ、おやつ、衣装を購入したことを思い出しました。他の人のために使ったことを思い出した人は友人や家族のために小さな贈り物や食料品を購入したことを思い出しました。その後幸福度を測定したんです。その結果犬にお金をかけたことを思い出した時に人々が最も幸せに感じたということが分かったんです。さらに2回目の調査では188匹のペットの飼い主それぞれに5ドルと特定のお金の使い方の指示を含む封筒が渡されました。各参加者はその夜の午後8時までに自分自身、ペット、または他の誰かにお金を使うようにランダムに割り当てられました。その結果は同じで、やはりペットにお金を費やした参加者は自分自身にお金を費やした参加者よりも幸せを感じていると報告しました。そしてね、面白いのがペットにお金を使った人は他の人にお金を使った人よりも幸せだったということでございます。いやーこれはねなかなか面白いですよね。
一元では他の人のためにお金を使うと私たちの幸福感は高まるんだということを解説してきたんですが、二元では他の人にお金を使うよりペットのためにお金を使った方が私たちの幸福感は高まるということが分かったんです。つまりね、あなたが何か嫌なことがあったり落ち込んでいるときは自分の飼っているペットに少し高めの餌を買ってあげるとかおもちゃを買ってきてあげるといったことにお金を費やせば幸福感が増し嫌な気分が改善されるかもしれないんです。いやまあ非常にこれ面白いですよね。まあ確かに他の人に何かを買ってあげるといった風にお金を使うよりも自分のペットのためにお金を使った時の方が幸福感は高まりそうですよね。幸せになりたければ他人に親切にしなさいなどとよく言われているわけなんですが、それはどうやらペットにも当てはまるようでございます。まあこの他にもペットを飼うことには様々な利点があるということもすでに分かっています。例えば孤独感を解消してくれたりとか、ペットに触れることによって幸せホルモンと呼ばれるオキシトシンが分泌され、そのオキシトシンによって幸せを感じたり不安やストレスがなくなったり他人を信頼できるようになるということも分かっております。また別の面白い研究によると、10分間猫や犬を可愛がるだけでなんとストレスレベルが下がるということも分かっているんです。猫や犬をたった10分間撫でるだけでストレスを大幅に軽減できるそうです。実際に動物と触れ合った後にストレスホルモンのコルチゾールのレベルが低下しているということが実験で観察されております。ぜひね、ペットを今飼っている人はペットのためにお金を使ってあげてください。そしてペットを可愛がってあげてください。そしてもしペットを飼っていない人であっても10分間犬や猫を可愛がるだけでストレスレベルが下がりますから、犬カフェや猫カフェに行ったり近所の野良猫をぜひ可愛がってあげてください。またはペットを飼っている人の家に行ってペットに触れてオキシトシンを補給するというのもいいでしょう。それでは二元の内容をここら辺でまとめておきましょうか。ポイント1、最新研究で判明した幸せになるための方法とはズバリペットのためにお金を使うこと。ペットにお金を使った人は自分自身にお金を使う人より幸せで、さらに他の人にお金を使った人よりも幸せであるということが分かった。ポイント2、ペットに触れることで孤独を感じなくなったり幸せホルモンのオキシトシンが出たりストレスを大幅に軽減できるなど様々なメリットがある。それでは本日のハイライトに参りましょうか。一元で誰でも確実に幸せになれる方法として他人のためにお金を使いましょうと言いました。二元で最新研究で判明した幸せになるための方法としてペットのためにお金を使いましょうと申し上げました。さていかがでしたでしょうか皆様。本日はねかなり深いお話をしてきました。結局私たちはお金があればもっと幸せになれると願って努力するわけなんですが、その頂点に君臨していると言ってもいいビル・ゲイツやウォーレン・バフェットやマーク・ザッカーバーグなどの億万長者は次々にお金を寄付しています。それはやはりある程度お金を稼いでしまうとお金と幸せが結びつかなくなってしまうが、他人のためにお金を使うと再びお金と幸せが結びつき幸福感を感じるからでしょう。ですので私たちもある程度お金を稼いで、これ以上お金を稼いでも幸せになれないな、だったら他の人のためにお金を使おうかなと、あれ他の人のためにお金使ってみるとめちゃめちゃ幸せに感じるんだなということをね実感する日が来るのかもしれません。また今回の内容は別にお金がなくても比較的貧しい国の人々でも他人のためにお金を使うと幸せになれるという内容でしたから、誰であっても実践できます。僕らの脳はどうやら他の人のためにお金を使うと幸せを感じるようにプログラムされているようです。今回の動画をきっかけにして少しお金の使い方を意識していただき、お金への向き合い方を考えるきっかけとなれましたら私はとても嬉しく思います。本日は以上です。この動画が良かった人は励みになりますので、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録ポチッとお願いします。また本要約チャンネル、論文解説チャンネル、残酷すぎる世界の真実という3つのチャンネルを更新しておりますので、興味のある方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。本日はご清聴ありがとうございました。